はい、こんにちは、ミカスです。大晦日のね、動画を見ていただいた方はご存知かもしれないですけど、ここね、年越しそばっていうことで紹介したやつがあると思うんですけど、なんかね、こうほら、なんかね、年越しそばにしちゃ具沢山じゃないですか。これね、実はね、雑煮なんですよ。でね、これうちの雑煮なんですけど、これがね、めちゃめちゃうまいんですよ。やみつきになるような雑煮なんで、ぜひね、ちょっとね、作り方というかね、まあ、簡単なんでね、ぜひ作ってみて、一度食べてみていただきたいということで、今回、動画を作ってみました。では、早速どうぞ。はい、それでは材料の方から紹介していきましょう。まずこれ大根ですね。鶏肉、もも肉、人参、これゼンマイ、椎茸、白菜に、これが里芋ですね。それからちくわ、なるとと焼き豆腐、以上になってます。では調理に移っていこうと思います。はい、じゃあお湯が沸きましたんで材料を投入していきます。じゃあまずはね、根菜からいきましょう。大根投入です。あっ、熱っ、熱い。はい、続きまして人参ですね。はい、お次は鶏肉です。さあ、続きましてはゼンマイですね。はい、材料入れましたら、ひと煮立ちさせますので、一旦ちょっと蓋として待ちます。ひと煮立ちしたらアク取りに入ります。まあそんなには出ないんですぐ終わります。はい、じゃあアクの方取り終わったら出汁を入れていきます。なんだろう、これとりあえず出汁ってってよくわかんないやつがあったんで、これを使います。はい、秘密の隠し味の剣です。いい出汁が出ます。残りの材料入れてきます。はい、じゃあ椎茸ぶち込みます。熱々。あと今回はね、実はそうだ、今椎茸に隠れてたんですけど、エリンギも一緒に入ってます。はい、里芋投入。はい、ちくわ。はい、なると。はい、じゃあね、ここまで、材料を投入したら、いよいよちょっと味付けに入ります。はい、まず醤油をお玉2杯分ぐらい入れます。大体です。はい、お酒、料理酒、お玉1杯入れます。はい、みりんもお玉1杯ですね。はい、じゃあ味付けし終わったら、ここからまたちょっと煮込んでいきます。さあ、ひと煮立ちしました。おう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 。でね、またちょっと材料入れたんで、アクが出てきてたらアクを取ります。アク出てねえな。さあ、アク出てなかったんで次いきます。さあ、焼き豆腐。はい、大量の白菜。はい、そしたら、若干弱火にしてこのまま蓋します。ちょっと蓋浮いてますけど、しんなりしていきます。で、またひと煮立ち。はい、ちょっと白菜しんなりしてきたところで若干混ぜてやりましょう。はい、野菜の量に応じてね、先ほど入れた調味料で足んない場合は調節しながらやってあげると自分好みの味になると思います。早速ちょっとね、盛り付けてみましょう。はい、完成しました。これが我が家の、雑煮です。非常に具沢山で、栄養バランスもね、良くてですね。で、大晦日の動画にあった通り、蕎麦とかね入れてもいいし、うどんとか入れても美味しいんですよね。
はい、こんな感じです。では早速実食行ってみたいと思います。はい、それでは実食行ってみたいと思います。これ、具沢山で、まあ、醤油とみりんと酒しか入れてなかったじゃないですか、あと出汁かなんですけど、このね、野菜からあとこういうね、ゼンマイ、あと椎茸かな、すごくいい出汁が出てて、もうやみつきになるんですよ。で、自分は生まれが大阪なんですけど、新潟に5年ほど住んでた時があって、うちの母親に聞いたら新潟の多分これ味なんですね。で、大晦日の動画にもあったように、そば入れてもうどん入れても美味しいし、うん、うまい。はい、ということで今日紹介しましたのは、騙されたと思って一度作ってみてください、超うまい雑煮の紹介でした。以上です。みたいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。